皆さんこんにちは。関先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。今回はですね、塚を使ってももちろん守ることも戦うこともできるということで、はい、本日はそういった方を見せていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、実際に技を見せていただく前に、あの塚についてもう少し教えていただきたいなというふうに思っておりまして、はいはい、まず塚自体は中は木でできているんですよね。そうです。中はあの、ホオノキっていう加工しやすい柔らかい木でできてるんですね、うんうんうん、それを中子の形に掘って、はい、で合わせて、うん、で周りを削ってっていうふうになってて、でここは金具で、はい、止まってるわけですね。そうで、その上にサメっていうのを貼ってあるんですね、はい、この中の白い。そうそうそう、そうですよね。実際ね、これ昔からサメサメって言われてるんですけど、実際エイなんです。ああ、そうですよね。そうそうそう、よくあの英語で発信されてる方とかが、うん、シャークっていう風に翻訳されて、すごいコメント欄でシャークじゃないだろうっていうのを、うん、言われてる。それをシャークっていう習慣なだけ言葉でね、うん、本当はエイなんですね。でその上に使い糸をかけると使いと思う。そう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 、はい、この実際サメ皮を巻いている理由っていうのは、理由はやっぱり本来補強ですよね。ああ、なるほど。そうそうそう、だからくるみって言ってこうぐるっとくるんであるんですよ。なかなかね切れないですから、頑丈さ、頑丈で。そうそうそう、ただ省略してね、まあお金の関係なんですけど、くるみか短冊かって、短冊っていうのは ここだけ見えるとこだけ、見えるところにだけだけサメが貼ってあるっていうね、ぐるっとくるんであれば丈夫です、はい。うん、使い糸に関して もう質問をよくいただいていて、はい、素材というか、はい、いろんな種類がありますよね。あります、あります。巻き方も材料も違うっていう、はい、これはあの木綿です、はい、で木綿の他に証券っていうのがあるね、はい、それと革、はい、で革もね、いろんな革があって、あの鹿革なんか高級品ですけどね。鹿、はい、はい、で一番、まあ、私が言ってることはその美術刀剣の観点じゃないことがたくさん含まれるわけです、はい、けども一番ね値段が安くて丈夫なのが木綿、はい、あー、そうなんですね。そうそうそう、特に昔から言われてるのが血がついた時滑りにくいって、木綿が。なるほどなるほど、うん、それ実践的ですね。そうそうそう、一般的に証券とか革の方が値段的には高いですけど、うん、実践を考えれば実は木綿の方がいいです。まあ品とか風格暗いみたいなことを意識すれば証券とかね、そういうもので巻いた方が格好がいいでしょうけども、で結構ね、もう稽古はね当てるものっていう考えが昔結構あったんですよ。居合の武術の稽古で使う刀がもう鍛錬に特化してるっていうこしらえとか刀っていくらでもあったんで、で普段帯びて歩ってる差し料はまた別物っていうね。そうですね。それであのさやの動画を撮らせていただいた時にも、うんうん、このホオノキではなくて狭山一伝会で昔歌詞も使われてたっていう風に。一伝流は、はい、あのさやの方は特にないんですよ。ホオでいいんですよ。でこっちは塚ですよね。塚のひなぎをね歌詞で作れっていう、今お金かかっちゃうんでやってないですけどね。つまりこっちはね丈夫じゃなきゃいけないんです。パンパンパン使うんでね、使えなくなってしまいますもんね。そう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 、握れなかったら。でこっちは 逆な考え方があるんです。ぬくまがなくてさやごとぶったたいてるうちに割れてくれた方が都合がいいっていう、からあえてそのものを柔らかく使わずにっていうんですよね。で割れないようにって言ったら逆にこういろんなね金具をこうはめるようになるっていうことなんですけどね、補強して、はいはいはい、ただそういう刀だとあの城には上がれないんでね、うん、もう小尻の金具自体が武器なんで。ちなみに塚の巻きの種類もたくさん、巻き方の種類もたくさんあります。あります、あります。はい、それは関先生の中ではこの巻き方がやはり一番実践的っていうものはございますか。あ、一番これですよね。ごくごくオーソドックスな、うん、一応一般的な。そうそうそう、他にも一貫巻きでしたっけ、うん、真ん中だけがこう平らな、うん、あります、あります。他の巻き方もたくさんあります。そういうのもあるし、うんうん、あと九州かな、薩摩だね、薩摩の方に、うん、サメじゃなく皮入れてるところもあります、はい、でも昔は全然統一されてなかったんですね。そう、あとね、薄い鉄板入れてあるとか、鉄これサメじゃなくて薄い鉄板が入ってるとかね、現物そういうのあります。まあ丈夫ですわね。そうですね、はいはいはい、多分それもだから武術の稽古に特化してたものかもしれないしね。普段の差し量はそうじゃないけど、練習の時はやたらにこうやるんで壊れないように鉄板張ってあるとかね。あ、うん、なるほど。稽古道具って何度も何度もそれをするものですからね、うんうん、
ちなみに最後なんですけど先生、はい、目抜きは、うん、例えばこういうのは使わない方がいいとかこういうのをむしろ使った方がいいって何かございますか？目抜きですか？はい、目抜き、その実践のことを考えると例えば意外とこれから買いたいって方がいらっしゃった時に、うん、そういう目抜きはちょっとこういう時に弊害が出るよっていうようなこととかございますか？うん、あんまりねこうトゲトゲしたようなデザインのはね、あ、角があるようなこう持った時手に当たる場合がありますね。なるべく小さくて、まあ、丸みがある方があんまりこう主張しない方がいいですね。ちょっと出っ張ってるぐらいがいいんじゃないですかね。なるほど、はい、あとはもうデザインもお好みで、そうですね、範疇で、はいはいはい、分かりました、ありがとうございます、はい、では実際に技を見せていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。